はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。今回はですね、6月17日の21時から、ちょっとパワちゃんラジオやろうかと思いまして、で、その際にはちょっとワンダーは次回は来ないので、自分一人でやる形になるんですけれども、モンハンダブルクロスをまあやろうかなと思ってます。で、今回はまあその告知になりまして、でモンハンダブルクロスなんですけれども、自分まだ買って一応発売日には買ったんですけど1回しかやってないんですよ。で、1回しかやってなくて、ハンターランクは一応12あるんで G4 までは参加できるのかな。で、装備に関してはまだね、全部上位の装備なので全然進んでないんですね。で、まあ、当日もし時間があってお手伝いしてくれる人がいらっしゃったらちょっとお手伝いをしていただきたいと思います。で、まあ、モンハンダブルクロスは発売してから結構、もう月日が経ってるので、まあ、普通にやってもあれなので、ちょっとね、ルールを設けさせていただきます。で、まず集会場に関してなんですけれども、当日のね、ライブの、説明欄に、集会場の、識別番号ですね、まあ、ここから通信プレイで、集会場識別番号を検索すると14桁の、番号を入力してくださいっていうところになるんですけれども、これを、説明欄に貼っておきます。あとパスワードも、貼っておきますので、そこから、入り込んでください。で、もう一つですね、もう一つっていうか結構あるんですけど、一応ね、武器に関しては剣士系で来ていただきたいと思います。まあ、ガンナーはちょっと禁止させていただいて、で、防具に関しては防具なしで来てください。要は裸っすね、裸。まあ、別に来る際は装備しててもいいんですけども、クエストに参加するときには防具は全部外して、で、お守りはつけてもらっても大丈夫です。なので、まあ、武器スロットとお守りあたりでちょっとスキルを厳選していただければなと、思います。で、道具に関しては持ち込み制限はしません。なので、まあ、防御力強化系のものも持ってきていただいて大丈夫です。まあ、高火薬グレートとかもね、まあ、意味あるのかどうか分かんないけど、一応持ってきていただいて全然構いません。で、あと、まあ、生放送になりますので、まあ、チャット等についてはマナーを行って、マナーを持って、行ってください。と、まあ、一応裸になるので三死っていうのがもう全然ありえると思うんですよ。なので一応それも、三死前提の上で、来ていただければと思いますので、まあ、ちょっとね、他の人が死んだからといって、まあ、あまり文句は、言わないように、お願いします。あとクエストに関しましては自分が貼りますので、まあ、それを皆さんが手伝っていただけるというような流れでやっていきたいです。で、まあ、ちょっとね、参加していただける人が何人いるかわかんないんですけれども、まあ、最悪一人でやったり、まあ、少人数になるかもしれないんですけれども、一応これって4人までしか入れないじゃないですか。で、自分合わせて4人なんで、まあ、部屋に入れるのは3人で、もしそれ以上、希望者がいる場合についてはクエストごとに、入れ替えをしていきたいと思いますので、その際にはクエストが終わったらちょっと一旦強制退出していただきます。多分自分の方で排除すると思うんで、まあ、それは、ご了承していただいて、で、そうするとまた3人、入ってこれると思いますので、それでまたクエストをやっていきたいと思います。まあ、あと生放送なんで、自分のステータスとかですかね、まあ、名前とかが、ある程度公開されちゃうと思うので、まあ、そこら辺が、大丈夫な方でお願いします。という感じになりますかね。というところで、まあ、当日6月の17日の21時からですね。で、もしね、参加したいですとか、参加できますっていう方がいらっしゃいましたら、ちょっとこの動画のコメント欄に参加したいですとか行きますとかちょっと書いていただければ、どれくらいその人がいるのかなっていうのが把握できるので、まあ、一応もし来れる方がいらっしゃったらコメント欄に書いてください。一応それで入れ替えしないといけないのか、まあ、あんま来なそうだなっていうのか、把握してできるので、というような感じですかね。じゃあちょっと当日、皆さんと楽しくやれればと思ってますので、6月17日21時からを予定しております。まあ、部屋自体は多分また10分前とか、15分前くらいから、開けると思いますので、ちょっとね、もし人が多いときには、まあ、部屋は早いもん勝ちにはなっちゃうかと思うんですけれども、まあ、皆さんと楽しくやれればと思っておりますので、今日はその告知でした。では当日、もしよかったら遊びに来てください。じゃあねー。